皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。ちょっとショッキングなニュースが飛び込んできました。ティアラと呼ばれる熱心なキンプリファンがジャニーズ事務所が最も嫌がりそうな試みを実行しようとしているとのこと。それは一体何なのでしょう。今回はこの噂についてお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。キング&プリンスの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが来年脱退、退所するという衝撃的な発表からすでに1ヶ月が経過しました。その現実を受け止められないティアラと呼ばれる熱心なキンプリファンの間では、ジャニーズ事務所に辞めさせられるのではないかという憶測が広まり、 SNS を中心に事務所バッシングが巻き起こっています。そんな中で一部のティアラがジャニーズが最も嫌がるであろうある試みに乗り出そうとしているというのです。報道によると、キンプリメンバー3人の脱退退所発表直後から一部のティアラはネット上で注目の的となっているとのことで、キンプリの動画再生数を上げるための活動やファーストシングルの再購買など様々な活動が話題となっています。応援しているグループが突然空中分解することになったわけですから、冷静でいられなくなる気持ちはよくわかります。しかし一部のティアラは公式モバイルサイトであるジャニーズウェブ内の平野さんのブログに、悲しいな手放すの3人では無理、解散してみんなを連れて活動するのが夢でしたというメッセージが隠されていると指摘。これはかなり強引な縦読みになるので、ティアラの間でも議論の対象になっています。さらにはファンクラブ会員向けの報告動画に登場した5人の目にカンペが映っていると指摘し、事務所が用意した文章を読まされている、本心じゃないと抗議するなど、ある意味の陰謀論に走るティアラが続出しているようなのです。こうしたことからネット上では一部ティアラの暴走ぶりがたびたび話題に上るようになっています。一方ティアラの間ではもう一つ大きな動きがありました。キンプリに感謝の気持ちを伝えようと11月9日発売の最新シングル月読み彩りの購買運動に精を出し、同作はキンプリ初のミリオンセールスを達成したのです。これに対してキンプリの公式ツイッターは12月5日ティアラミリオンありがとうと感謝のツイートし、12月6日には永瀬廉さんもブログでありがとう、びっくりです、たくさんの人に手に取ってもらえて感激してますと発信。これに対してティアラは大喜びしているようなのです。そんな中 SNS では一部のティアラ発案によるある企画が始動しているようなのです。マスコミ関係者の間ではジャニーズ事務所が最も嫌がりそうな試みだと密かに注目されているとのこと。それはキンプリに愛を叫ぶプロジェクト、ティアラとティアラが手を取り合って愛をたくさん届けてくれた彼らに、今度はティアラから心からの最大の愛を届けませんかという呼びかけとともに、その第一弾として彼らとティアラが新たな道を切り開いていくという新聞広告を出そうと SNS で賛同者を募っているというものです。過去にはスマップや嵐のファン有志がクラウドファンディングで資金を調達し、大々的な新聞広告を掲載したことがありました。どうやら一部のティアラもそれと同じことをしようとしているようなのです。2016年12月下旬、スマップファン有志が同年末をもって解散するスマップにずっと応援する気持ちを伝えたいとスマップ大応援プロジェクトを開始、朝日新聞社運営のクラウドファンディングサイト A ポートを通じて支援を募り、たった8日間で約4000万円もの資金調達に成功しています。その結果、朝日新聞12月30日付の朝刊に、いつもたくさんの愛と勇気をくれたスマップへといったメッセージとともに支援者の名前がびっしりと掲載された。8ページにもわたる全面広告が掲載され、大きな話題になりました。ちなみにこの広告は日本新聞協会が主催する第37回新聞広告賞において広告主部門の優秀賞に選ばれているのです。同様に嵐が2020年末で活動を休止した際も、ファン有志が A ポートを通じてクラファンを実施しました。そして朝日新聞2021年1月27日付の朝刊に、大好きな嵐へ、これからも5人と嵐の音楽とともにといったメッセージと支援者の名前入りの全面広告が掲載されています。
しかしこの嵐ファン有志による新聞広告はいろいろと問題含みだったのです。同じ嵐ファンの間でも起案者に対し、解散ではなく活動休止なのに新聞広告を出す意味があるのか、 CD や公式グッズにお金を使うべきではといった疑問が噴出していました。また掲載日を2021年1月27日にしたのは2年前の2019年同日に活動休止発表の会見が実施されたからだったそうなのですが、その点にも納得がいかないという声が見られました。さらに当初返金や目標金額の設定に関する説明が不明瞭だった点も批判を呼ぶ原因になったようなのです。こうした問題もあり、この嵐の広告については目標金額は1000万円だったものの、支援額は約半分しか集まらなかったのですが、全面広告は掲載されています。朝日新聞サイドとどのような取り決めがなされていたのか疑問を抱く嵐ファンが多かったのも事実のようなのです。 SMAP ファン有志にも当時様々な批判が寄せられましたが、プロジェクト自体は成功したと言える一方、嵐の方は後味の悪さばかりが残った印象と言えるでしょう。ジャニーズ事務所も嵐ファン有志の新聞広告プロジェクトを快くは見ていなかったようで、2021年2月5日には公式サイト上に弊社所属グループタレントの応援についてという異例のお願いをアップしていました。そこには弊社はこのようなクラウドファンディング等には関与しておりませんが、たとえ善意による応援や意見表明等であっても出資等の金銭を伴うものである場合にはトラブルに発展する可能性を否定することができず、具体的な事案が発生することを危惧しております。そのため僭越ではございますが、弊社が関与しないクラウドファンディングの企画やプロジェクトにつきましては、その内容を慎重にご確認いただきますようお願い申し上げますと記載されていました。ジャニーズ事務所側はその内容を慎重にご確認いただきますようお願い申し上げますと控えめな表現を使っていたのですが、こうしたクラファンはやめてほしいというのが本心だったわけです。それはもしジャニーズに関するクラファンで金銭トラブルが発生した場合、自社のグループやタレントの名前に傷がつくことになるわけですと、これはあくまでも表向きの理由で、大量のファン名が記載されている広告を出されてしまうと事務所への反感が強まる可能性があるというのが真意ではないだろうかと言われています。今回のキンプリに愛を叫ぶプロジェクトの起案者は現在はクラファンを行うとは明言していないものの、新聞広告を出すにあたりそのためにはコストもかかるのが事実で、私一人では到底無謀な額です。そこで皆様にお力をお借りしたいと思っていますと呼びかけていることから、クラファンの実施は規定路線なのでしょう。実際に本格始動した際には改めてジャニーズサイドから注意喚起が行われる可能性もあるかもしれません。いかがでしたか。一部ファンの過激化が心配されているキング&プリンス、それだけ今回のメンバー脱退と事務所退所に強い憤りを感じてしまっているためだと思います。事務所社長である藤島ジュリー景子社長に説明を求める声も多い中、ファンが納得するメッセージを出していないことも理由でしょう。しかし一般の方に迷惑がかかる行為や他のキンプリファンまで問題視されてしまう行為は控えなくてはいけません。とはいえ、どうやって気持ちを表現すればよいのかわからない状況ということも理解できますので、現状はメンバーにとってもファンにとってもとても辛い状況なのではないかと思います。今は静かにグループとメンバーの行く末を見守るほかありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。